はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師の赤木です。それでは合格答案作成講座の説明会、無料探検会ですね。これのお話を1時間ほどさせていただきたいと思います。まあ、実際ですね、3週間ほど前にね、収録したものと、まあ、結構被るところはね、非常に多いのかなというふうに思いますけれども、まあ、一応今回またね、3週間ほど前にやったのとは違う問題で、一応具体化いただくというような感じで進めていきたいなと思ってます。全体の流れとしましては、前半で論文どう解くべきかとか、あるいはこの講座どう受けるべきかというね、そういうふうなお話を前半で20分30分ほどしていたやった後で、その後ですね、最後に実践ということで問題検討をですね、これを一緒にちょっとやってみると、まあ、こんな流れでやっていきたいなというふうに思います。はい、早速ちょっとレジュメの方をね、見ていただければなと思うんですけれども、まずは、合格の、年度等ですね、それぞれの、まあ、一応学習方針ね、これをちょっともう一度確認をしていただきたいなということで、大事なところを書いてます。今ね、一応受けていただくことを想定している、その、対象というのがね、入門を終わった段階以上の方ですね。とりあえずは一通りの基礎知識、これがあるという前提のもとでね、論文の検討していく、まあ、そういうふうな、まあ、方を想定しています。で、ここからあとですね、やるべき内容もほぼ論文の担当の2段階で分けてね、考えれるのかなと思います。論文はもう何が出ても一応の水準は確保してくださいというね、そういうふうなところが目標になります。まあ、司法試験のね、ところもそうですし、予備試験もそうですが、まあ、優秀答案書けなくていいですね。全体の8割以上の点とかね、取ってる人は化け物ですからね、まあ、気にしないというふうにも取ってください。で、そのもう1ランク下に良好というラインがありますが、あわよくば取れるぐらいに思っとってください。6割です。6割以上取れたら良好に行きますけれどもね、そこも絶対的に取らなくても合格してます。で、必要なのは一応の水準と言われる42% 以上ですね。50点でいくと21点以上。これを確実に取るというところが、まあ非常に大事かなと思います。まあ論文だと必ずどんな問題でも一応の水準は確保するね。最低21点と。で、それ以上あわよくば30点ですね。60% ね。6割。これが取れたらまあ同じかなと。まあ一応現状の合格ラインとしては論文は250あれば安心です。500点満点の250。これがあればもう安全圏という感じになりますので、できたらね、良好を目指せるぐらいに、まあ、なれたらなと。一応の水準は最低限というね、こういうふうに思っておいてください。他方で、担当はというと、まあ、入門学習後であればね、基本的には法律科目で8割取っててください。ね、予備試験の担当もすぐにね、直近で終わったところでありますけれども、担当一般教養で60点、法律科目210点というね、そういうまあ配点になってます。で、なかなか一般教養では60点中ですね、15点取れるかっていうね、そんな感じになることが多いかなということで、法律科目の方で確実に取っとかないとしんどいというところはあります。で、ただし8割取るために、もうやみくもにやっていくというのはこれはね、効率悪いです。で、論文対策で、しっかり押さえとかなきゃいけないところ、これがですね、去年も今年もなんですけれども、実は 55% ぐらいの配点ですね、占めてたかなと。一応ね、まだ、最新年度平成30年の予備試験全部は分析しきれてませんけれども、やはり5割は硬いですね。論文対策のところをしっかりやるというだけで、担当の5割は硬いので、プラスアルファそこに積み上げしていくと。こういうスタンスで担当は勉強していきましょう。なので、何にせよ論文対策のところで穴があってはいかんと。こういうことになります。論文対策のところをまずはバッチリにする。その上で論文力高めていくのが論文対策であり、担当であれば時間内に8割取るというね、これがまあ目標にはなってくるかなというふうに思います。で、合格ラインにね、たどり着くべき、まあ、年度はそれぞれ人それぞれだろうというふうに思いますので、まあ、論文であれば、予備のね、お話であれば、来年の人もいるだろうし、今年のね、論文受けるという人もいるでしょうけども、まあ、今年の論文受ける人ね、それはもうね、さすがにこの講座受けてる時間的余裕ないかなと思いますんで、基本的には来年かなというふうに思ってますが、そこまでにたどり着ければいいと、こう思っておきましょうね。ローはちょっと早いですね。今年受ける方もいるかもしれませんので、まあ、そこまでになんとか論文は一応の水準取れるようにしておこうと、まあ、そういうことでそれぞれちょっと目標の、まあ、お尻ですよね、それは自分なりにスケジュール再度確認しておいてください。で、やるべき内容、まあ、まずは論文だろうと思います。論文力、これを底上げすることでさっき言いましたが担当のベース点、これにつながってくるところありますのでね、まずは論文力の底上げプラス論文対策知識の補充穴埋め、まあ、ここをまあ最優先最重点、これに持っておいてもらえたらいいかなと思います。知識面では大丈夫だという方については論文力の底上げ、こっちがメインになるでしょう。知識もちょっと怪しいなっていう方は知識の補充穴埋めもしながら論文力の底上げもすると、まあ、そういうことになるのかなということで、これは人によってちょっとね、重点置くべきところが変わってくるかなと思いますが、このやるべきところの論文力底上げから論文対策知識の補充穴埋め、
ここが一応2年目講座ですね、合格答案作成講座というところでね予定している内容だと思ってください。講義編の方で、右側ですね、補充穴埋め、これが一応メインとして考えているところです。講義編ではですね、入門の時間の3分の1で、全体回すと、そんな感じです。まあね、昔ね、3倍速なんちゃらとかねあったとかいうのがありましたけれども、まあそれ別にね真似たわけじゃありませんけれども、とりあえずですね、入門の回数ですね、民法では24回あるんですが、それを8回に縮めてね、3時間かける8回、これで入門知識ね、論文対策をがっつり回す、これが講義編になります。でもう一歩の方の底上げの方ですが、こっちは答案作成編というね、そっちの方でやっていきます。でどちらも1コマ3時間でやっていきますけれども、講義編の方が少し回数多いです。論文力の、まあ、問題検討編の方は若干回数ね、少なめになりますけれども、まあ、どうしても論文を書く力だけを上げたいということであれば、問題検討編を優先して受けていただいたらいいかなと思います。で基礎知識がちょっとっていう方は講義編重点的に聞いていただくということでもいいかと思います。で講義編の中でもですね、私の、何時から、基本書じゃないですけどもね、私の作ったテキストベースにあります。で私の作ったテキストってどんなのということでちょっとねご紹介させていただきますけれども、ちょっとすみません、合格度の作成講座、ちょっと去年の冊子になりますけども、講義編、まあ、これ係争法の、ね、テキストになりますけれども、どんなものかと言いますと、セブンサミットテキストは基本的に圧縮した内容になるんですけども、単に圧縮はしてません。問題検討指定ということで、入門講座の中では、まあ、セブンサミットプラスレジュメという形でね、皆さんでは勉強していただくんですが、レジュメも一本化します。でこれを見れば問題の解き方も踏まえ、でかつ論文に必要な知識もまあ一応入るかなということで、まあ、論文の解くためのインプット、これを再度やるのが、まあ、この講義編でのテキストだと、こう思ってください。で、この中にはね、レジュメに入ってた内容がもうほぼね、網羅されているかなということで、問題検討姿勢、ね、そういったところもそうですし、まあ、ケースであればね、あれですね、一番難儀なのは、伝文ですよね。伝文のあたりも、まあ、かなりですね、私のセブンサミット、じゃあ、私のレジュメですね、これを大いに取り入れた、こんな内容になってくるんですけれども、まあ、例えばですね、この辺かな、メモのお話とかね、この辺もですね、もうレジュメを一本化しましてですね、テキスト内に全部織り込んだという感じになってますので、まあ、これさえ確認すれば、とりあえず論文の基礎知識はまあ確認できるかなというね、そんな感じに一応予定はしております。まあ、ここの中に入ってないやつは、逆に言えば、新判例以外は覚えなくていいかなとね、そういう感じにしてるかなというところですので、この講義編で最低限の知識の範囲ですね、これを確認いただければなと思っております。はい。あとは、まあ、直前期になれば担当力等の底上げも知れたことになるでしょうが、まずは論文かなと個人的には思ってます。担当に入ってもいい方の目安ですけれども、今年の、まあ、予備試験の問題でいけば、論文で解ける知識、ほぼ取れた方ですね。この方はすぐに担当に入っても結構でしょう。ね、去年の問題でも結構、一昨年の問題でも結構です。論文対策のそのところで取るべき部分、ここで失点しないことが、担当に直ちに入れる要件かなと思います。なので論文対策のところで失点している方はまだ論文対策知識が十分じゃないということになりますので、まずは論文対策知識の底上げ、これを優先していただいた方がいいかなと思います。はい、もちろん、まあ、担当も同時並行でやりたい方はやってください。時間の余裕がある方ね、そこはもう同時並行でやっていただいていいですが、重点の置き方はまず論文からというね、そういう位置づけの方がいいかなと思います。はい、あとは、まあ、それぞれスケジュール大変だと思います。仕事しながらだとね、いろいろとこう制約も多いと思いますけども、月単位で皆さんね、ご自身のスケジュールちょっと組んでみてください。まあ、できたらいいなというね、そういうラインで、一応スケジューリングしてください。絶対こうしなきゃいけないとかね、こうなると大変だと思いますので、自分でできる範囲ですね、これで、まあ、ベターな予定です。ベターな予定をとりあえずね、スケジューリングちょっとしてみてもらえたらなというふうには思っております。はい。大体私の講座で行くと、このね、論文対、語学等作成講座ですかね、その中で行くと、大体はアウトプットがペースメーカーになると思います。問題検討編の方ですね、こちらがかなりペースメーカーになるかなと思います。まあ、後で説明あるかもしれませんけれども、基本的には水曜日のね、内部クラスでやっていくというね、それが、問題検討編になってきます。問題検討編、答案作成編とね、名前になってきますけれども、まあ、前半民法から入り、商法、民訴法ですね、この流れに沿ってちょっとインプットも固めていくというね、こんな感じするといいでしょう。年内には終わります。年内にはですね、基礎知識固めも終わり。で、その後、担当に入れるというね、それぐらいの予定になってますんでね、とりあえずはまあ担当やりたい方はやっても結構ですけれども、まずは論文という感じで、まあ組んでね、いただいたらいいのかなとは思います。で、これに合わせて、
例えばこれモデルスケジュールになってますけどね、講義編インプットの確認ですね、民法6月中に終わるというのは大変かなと思いますけどね、まあ、一応お尻は7月11ですね、これが問題検討編のお尻になってますので、これに合わせて自分なりにスケジューリングすると。で、商法についても次は8月ですね、1日までやりますので、まあ、それまでに終わらせればいいかなと。ちょっとこれね先取りしすぎなね、そんな感じのモデルスケジュールになってますので、この辺はまあご自身で、問題検討に合わせて講義の確認するという感じしていただければいいかと思いますが、まあ、はっきり言って、問題検討の時間がめっちゃかかります。1個の、まあ、講義でだいたい20問弱やっていきますので、そうなるとね、1問の問題検討20分かかったとしてもですね、400分かかるという計算になりますんでね、これをまあ毎週毎週やりますので、その時間も取りつつ、講義編の確認もするとは結構ね、まんべんなくそうスケジューリングしないと大変かなというふうに思います。まあ、直前に、なんていうかな、しわ寄せがいかないようにね、前日に慌てて予習してるとかね、そういうことにならないようにね、それはまあ、まんべんなく問題検討の時間を取ってください。で、隙間時間、これ結構有効だと思います。行き帰りの電車で1問はやっておこうとかね、そんな感じでこうやっていくと、まあ、まんべんなく時間は使えるかとは思います。はい。とりあえず、まあ、論文の、講座に関してのね、ざっくりとしたお話はこんな感じではあるんですけれども、第2のところにちょっと話を入っていきましょうか。ゼロのところはもうすでに今言ったところで終わりですのでね、今言ったところで、まあ、大変なのは、答案作成編だと思います。問題検討の方ね、毎回、20問近く検討することになりますが、全問は検討しなくて結構です。C ランクというふうに指示するものについては検討を外しても結構です。 C ランクの指示があるものについては外してね、それ以外にやるということになると、まあ大体毎回15から17問ぐらいね、ちょっと数は減るかなというふうに思います。なので、まあとりあえず C ランク以外のところをまあ重点的に、まあやりたい方は A を中心にやった方がいいかなと。で、 A というのが何をね指しているかと言いますと、その下1番必須問題、重要難問問題です。で、どんな問題が想定されているかっていうと、現場で頭をひねらなきゃいけない問題です。これが A と、こうなってます。旧司法試験の問題の多くはこの A になってます。その A の問題をとりあえずは何とか頭使って考えると。こういうふうな、ね、練習を積み重ねてほしいなというふうに思います。で、それに比べると、括弧の2番、推奨としてます。B にしてます。まあ、基本問題の組み合わせ。ではあるんですけれども、まあ、現状の司法試験の論文からすると、このランクは最低取っときたい。こういう感じですね。括弧の2番、推奨 B と書いてますけれども、ここで間違うとちょっときついよというのが括弧の2番と思ってください。B ランクですね。これはできたら間違えずに答えたどり着いてほしいと。こういうふうな問題が並んでるよと。何もひねりがないね、入門知識だけで解けると、まあ悪い方そうですね、悪い言い方すると入門で、ね、解ける知識ですので、解ける問題ですので、ここで失点してたらちょっとこれはインプット不足が疑われると、こう思ってくださいね。括弧の2番でちょっと解けなかったとなると、インプット不足をね疑っていただくことになるかと思います。はい。括弧さんの C ランクはまあどっちでもいいよっちゅうね、まあ細かい問題とかね、ロースクールの入試問題ではあります。こんな問題出るかバカと。なんで権利内容だけ検討してんだとかね。そんな問題とかまああったりするので、こういう問題はまあほったらかしでいいかなと思いますし、あるいはまあ本当に簡単な問題ですね。まあ本当に簡単な問題は C に指定してますけれども、そこはまあやりたかったらやってねというね、そんな感じで任意化しておきます。まあ大体は A、B で時間かかるかなと思いますし、まあ B は早い方はということでね、答案構成10分で終わりというふうになるかもしれませんね。私の、まあ、個人的なあれで申し訳ないですけどね、私自身が B の問題解くとしたら5分で終わります。で、それぐらいに、まあ、なるのはね、B ランクの問題かなと。で、逆に A の方は、まあ、ちょっとね、考え出すとどこまでも考えてしまうというところになりますけれども、一応最大20分にしてください。思考時間は一応最大20分で、この、論文、合格とは作成講座ですね、この中の問題検討最大20分にしておいてください。で、なぜかというと1時間問題です。基本的には1時間で答案化済まさなきゃいけない問題、これが並んでますので、その中の答案構成に使っていい時間は最大3分の1です。なので1時間問題の3分の1ですから20分、これが問題検討のマックスの時間と思ってください。で、これ超えて検討してたらちょっと答案書く時間しわ寄せいきますんでね、できる限り20分という時間制限をして自分で解いてみると。で、20分解けなかったらもうここまでというふうに自分で分かるようにね、答案構成、そこで自分に、メモにね入れといてもらうといいかなと思います。で、これまたね、前回のガイダンスですね、似たようなガイダンスちょっとしたことがあるんですが、そこでもちょっと言いましたが、まあ答案構成のね、まあ用紙の使い方といいますか、
栄養の神があったとしたらね、とりあえずまあ右3分の1ぐらいでこう縦線引いてですね、ここにまあ自分でメモ書く場所で、こっちが答案構成する場所という感じで使い分けしてみるといいです。左に答案構成、右にメモで、右に、自分で、あ、ここまでしか解けなかったとかですね、そういうふうなこう指示をやっておくとか、あるいは検討してて悩んだ場所とかね、講義で重点的に聞きたい場所とかね、そういうのも右側に使っていただいたらいいのかなと。まあ、それぞれね、ノートの工夫というのはまあ皆さんそれぞれやってるとは思うんですけれども、一応まあおすすめのやり方として左に構成、右にメモですね。私の構成は短い時はね、もう一瞬で終わるということもありますけれども、まあそこのね、講師のまあ答案構成書く場所とかね、それもまあ例えばまあ下の部分そうするとかね、そういう使い方はあるだろうと思います。まあ右に書いていくのもありだろうしね、上は自分の構成、下は講師の構成とかね、そんな感じで、まあ問題1問で1枚、ないしは1問で表面1枚とかね、それぐらいでまあ考えてもらっていいでしょうね。問題ごとにちょっとね、その必ずまあなんていうかな、ちょっと分けると、ページは少なくとも分けるというぐらいにしといた方がいいかなというふうには思ってます。まあごくごく簡単な問題だったらね、1ページに2問とやっていただいても結構ですけれども、まあなかなかね、そういうふうになるのはなかなか先かなという気はします。はい、ということでまあ講義の準備としましては毎回ですね、扱う予定範囲だいたい20問指定しますのでね、時間制限して答案構成メモまでちょっと作ってきてください。で、自分が分かれば結構ですので、手控え、綺麗に書かなくて結構です。私なんかもう手控えのメモね、もう雑っちゃ雑ですからね。もう原告の請求とかね、所有権に基づく返還請求が全部書いとったらキリがないですからね。そういう場合には書、返せとかね。あるいは書、返還、SK とかですね。まあいろんな書き方あると思います。この辺の手控え、自分が分かればいいので、とにかくまあ自分さえ、あと答案化できる、まあ素材、これがあれば十分だよというふうに思ってください。まあ、答案構成はもう自分が分かれば結構なので、とにかく、まあ、短くできるに越したことはないかなというふうには思いますね。はい。あと、その後で、詰まった部分とかは自分で分かるようにしておいてください。ね。思い出せなかった場所、詰まった部分ですね。そこはちゃんと可視化しておいてください。ね。目に見える化しておくことによって弱点が目に見えます。したがって、その弱点は、後々やり直ししなきゃいけないということにもなりますし、実際に自分のインプット素材に戻っていただいて結構です。そこに弱点だというふうに分かるメモなり、ないしは付箋なり、いろんなこうね、弱点の炙り出し、これができるようなね、感じの素材を作っていってください。はい。あと、まあ、講義後の復習。まあ、できたらもうね、解けた問題は結構です。解けた問題、むしろですね、私の講義の中でも寝ていただいても結構です。それぐらいの問題ではありますけども、解けなかったところを重点的にやってください。解けた部分の復習は、無意味ね、自己満足でしかないですね。もう一度解け、まあ問題ね、解いた時も解けるはずですので、そこは除外して解けなかった、あるいは自信がなかったところで、もう一度解き直すなりですね、講師の思考過程もう一度追いかけてみるというね、こういう復習をちょっとしてみてもらえたらなというふうに思いますね。はい。ただまあ解けなかった理由に大きく2つ分かれてきますのでね、知識不足なのか、応用力不足なのか、ここの使い分けは自分の中でね、見分けできるようにしてください。解けなかったのはなぜ？知識がなかったから解けなかった。ここはもう一度インプット素材に戻るしかないです。けれども応用力不足であれば、ここは応用の仕方を一般化してみてください。まあ、なんじゃというふうになるかもしれませんが、よくあるのはね、考えたこともないような解釈問題、これが出ることがあるんですね。 A の問題にしている問題では必ずと言っていいほどそういう問題があります。考えたこともない条文の解釈をするというときに、どうやったらいいかさっぱりわからんというのであれば、じゃあ講師がどうやってやってるか、大体ヒントになるのは趣旨から言ってるとかね、そんな感じでまあ分かってくるかなと思いますし、趣旨、じゃあどうやって出してるかね、未知の条文の趣旨、どうやって出してるかとかね、その辺のこうね、ノウハウを一般化していただいたらいいかなと思います。ただまあここの一般化もですね、実を言うと入門を受けた方にはね、ほとんど入門の中で喋ってるという感じになるのかなと思いますけどもね、ここの一般化、例えば趣旨であれば誰のどんな利益を考えるのかとかね、そんなことでまあ何度も何度も言ってるところにはなるんですけども、ここのまあ応用のノウハウですね、これは一般化しておくに越したことはないかなというふうに思いますね。はい、そんなことで、第3のところに続き入っていきたいなと思います。とりあえずまあ解けた
解けなかったですね、そこで終わらないでください。解けなかったとしたらどっちなのかですね、解けなかったが応用力不足であるならば、ここは応用の仕方を盗むというね、そんな言い方で、復習の仕方をやってもらえたらいいかと思います。あとちょっと分類悩むがね、当てはめですね、事実の評価、ここは基本的には基本的にはです、応用力に分類していただいたら結構です。当てはめ事実の評価でわからんかったとか、これは応用力不足というふうに位置づけておいてもらったらいいですね。まあ、例えば刑事訴訟法の問題でね、警察官が自宅にやってきて、朝の7時にやってきて、で警察車両で連れて行ったとかですね、その事実どうやって使ったらいいかわからんと。これであれば、まあ、応用力不足の方にね、分類していただいたらいいかなと、こう思いますね。で、そういうまあ事実についてはね、入門なんかでまあ時々言ってますけどね、比較しろとかね、あるいはね、組み合わせろとかですね、いろんなこうやり方で事実の評価出てきたりします。似た事実と比較するね、朝の9時に連れて行かれるのと朝7時に連れて行かれるのはどう違うかとかね、あるいは、他の人の受け取れ方ですね、一般人からしたらどう受け取れるか、その事実がと、まあ、そんな感じでこう評価を考えていくということになるんですけどもね、この事実の評価当てはめの部分については、まあ、入門でも何度も何度も言ってるね、ところになるんですけども、そこは、まあ、応用力不足にちょっとね、応用力の方に分類していただいて、そこはまあそれなりにできるというぐらいになったら OK ですね、ここは完璧を目指すなです、ね、こっちの方ですね、特に無理、ね、完璧にするのは無理です。応用力を問われる部分、ね、応用力問われる部分はそれなりにできたら OK です。で、応用力の部分については自分なりに考えてるだけで一応の水準つきますから、いいですかね、一応の水準は自分なりに何らかの答えが出せたら一応の水準つくし、そこにある程度の的確さを持って検討できたら良好になってるからね。なのでその意味でここの完璧を目指さない、ある程度のところが出たらいいんだということで、自分を追い込みすぎないでやっていただきたいなと、こういうふうに思います。はい、第3、論文の検討方法のところですが、ちょっと全科目、科目ごとによってね、若干違ってくるんですけれども、民事系はほぼこれで尽きるかなという感じですね、時系列を整理して、その上でまず原告側の主張ですよね、そこから入ると、原告側の主張、ね、条文判例から要件の検討をしてください。で、その上で被告の反論、反論には否認と抗弁があり得ます。抗弁であるならば条文判例から要件を検討していってください。優先は否認です。否認がなければ抗弁へというふうに思ってください。はい。で、その上でまた、被告の抗弁を受けて原告再抗弁があるならば再抗弁以下も検討していってください。はい。ということで、まあ、原告の主張、被告の反論、原告再反論というふうな順番で、まあ、とりあえず検討するということになりますが、困ったら当事者目線。当事者何言いたい？当事者どう受け取れるか？当事者だったら何したいか、まあまあ当事者の立場で考えるというのはね、結構いろんな時に役立ちますし、あとは条文ですわ、困ったら条文ということで、なんか似た条文なかったっけっていうね、で条文見てるとなんかヒントがあるということがあったりしますので、まあ、困ったら条文、困ったら当事者というふうにしてもらえたらね、ある程度、まあ、応用力がついてくるのかなという感じはします。はい。で、やっちゃいけないものになってくると思うんですけどね、米印一つ目。まあ、これはね、前回のね、ガイダンスなんかでもちょっとお話ししたところになっちゃうんですけども、原告側の主張は要件網羅してください。例えば原告の請求が、まあ、例えばですけど、債権者取消権だとかね、差外行為取消の主張なのに、差外行為取消の要件なんか漏れてると。これではね、まあ、はっきり言って論点の、まあ、論点以前の問題ですね、一応の水準すら怪しくなるというふうに思ってください。で、要件の網羅、これは当たり前というふうに思っていただいてもいいです。ただ差外行為取消の要件はこうでこうでこうでと、まず羅列する必要はありません。大事なのは差外行為要件を、まあ、念頭において424条の条文に1個ずつ当てはめると、この事実からこの要件充足する、この事実からこの頃の文言当たるとかね、そういう形で全文言をちゃんと触れてるということが網羅でありましてね、ここ書き方のところになりますけども、要件の羅列、必須ではないです。要件念頭において一
1つずつ認定すれば OK です。でなんで必須じゃないかっていうと、要件羅列するとそれだけ論文長くなります。めちゃくちゃ長くなります。要件が8つとかね、書くだけで何行使うねんっていう感じになりますからね。要件多いものは多ければ多いほどこれ羅列はしない方がいいです。時間の無駄です。それやるんだったら要件一個一個認定したら結構です。まあ限界になるのはもう3つぐらいですね、4つぐらいかなと。不当利得返還請求でもね、要件羅列しなくていいと思います。書く人はね、利得損失因果関係法律上の原因なしと書くんですけどね、いいです。もういきなりね、不当利得返還請求したいと考えられると。で、まずね、こうこうこういう事実から利得が認められる。で、こうこうこういう事実から損失認められる。で、これらの間に因果関係ある。とかいう感じで、条文を順番に認定していただいたら結構よと。こういうふうにね、思っとってもらったらいいでしょう。はい。とりあえずは、ね、労権の羅列は必須じゃないということをね、自分なりにちょっとこう、言い付け、言い聞かせをしといた方がいいかなと思います。で、解釈論も、ちょっと論点主義的な勉強している方は、陥りやすいところです。論点全部書かなきゃ、解釈論全部書かなきゃみたいなね、そういう脅迫観念に駆られる人がいるんですけども、違うと。結論を左右するところは書いた方がいいけれども、左右しなかったら飛ばしてください。例えば問題文に、で、善意無過失であると書いてたらね、過失の要否とかね、あえて書くかという感じですね。善意無過失だということは、そのね、善意の要件絶対満たすことがもう分かってるんでね、あえて書かなくていいに違うということもあったりします。ここは、結論を左右するなら、まあ一応は解釈の結論と理由を書くと。急ぐときには理由すら飛ばしても OK というぐらいに、まあ論点的なところは薄くと思っとってもらっていいかなと思います。まあこれは実際に文章化するときの工夫ですけどね。文章化するときの工夫になりますけども、ここは結論左右するときだけ一生懸命書くというね、そういう意識を持っときましょう。はい。米印の2つ目、3つ目、4つ目、5つ目ね、もう全部これは書くときの注意点になってくるんですけどね。特にまあ指摘するとしたら米印3つ目です。定義。特に刑法各論。この刑法の定義めっちゃ重要性高いのでね、この刑法の定義集は自分で作っとくなりしといてもいいかもしれません。はい。次のページにかけてね、いろいろ書いてますけども、反体制批判問題提起、旧市法試験の時代は、まあ、やっとけと言われたものは、もう今はいらないというね、まあ、それを書いてる暇があったら、ちゃんと判例触れて、自説をね、判例触れて、最後まで答え出すというところをきっちりやってください。当たり前の要件ほど、おほたれがちになるんですけどね、当たり前の要件もちゃんと文言、当てはめしとくというね、そういう作業は、ちゃんと忘れずにね、やっといてください。はい。米印、抽象的要件、事実評価。ここも、まあ、慣れてたら、まあ大丈夫ですけどね。事実評価のポイント、さっきも言いましたが、ね、比較目線とか、当事者目線ですね。どう受け取れるかとか、まあそういう辺を、ちょっと、なんだかな、当てはめするときのポイントとして持っておけばいいかなというふうに思います。やってみていいのかなと思うのは、A 問題の刑訴法以下です。で、刑訴法以下の A 問題は、この事実評価が結構ポイントになるということがありますので、刑訴以下の事実評価は、ちょっと訓練、意図的にやっといた方がいいかなというふうに思いますね。それに比べると、刑訴以前ですね、要は民訴、民訴、刑法、ここまではあまり事実評価でどうこうっていうのはそんなに多くはないので、まあ、出てきたらやるぐらいね、思っとってください。刑訴以下は必ず必要になってくると、こういうね、位置づけになるかなと思います。はい。そんなことで、あとは書くときの注意点ですね。未知の解釈論は趣旨からいこうとかね、悩むべきポイントですね、確かにしかしとね、どっちでもいけそうだなっちは確かにしかしとかね、そんな感じで考えていってください。はい。ということで、まあね、論文のまあ考え方ですね、まあ前科目似てるんですけども、まあ民事系でいくと第3 234ですね、原告側の要件検討、被告の反論で、まあ刑事系も似たような感じですね。刑事系だったらまず検察官目線で、次に、被告人、被疑者目線ということで、立場を分けたらいいですし、行政法とか公法系も同じです。まずは原告側の要件主張、で、被告側の反論。まあ、位置づけとしてはね、考え方としての順番は同じというふうに思ってもらったらいいでしょう。はい。ということで、まあね、実際に問題検討、私だったらどうするかっていうのをね、ちょっと実践してやっていこうかなというふうに思います。最後、3ページのところですね、第4、旧市の平成15年第1問という、ちょっと難問です。まあ、講義内でやるとしたら A ランクとね、指示するような問題かなと思いますし、あとこれ実際のところですね、やるんだよな、実際にね、旧司法試験の第1問、アウトプット問題検討編の中で、やっていく可能性があるね、その問題ではあるんですけれども、ちょっとね、こんな風に講義だったらやるよということで、ちょっとね、紹介したいなと思います。はい、早速ですね、ちょっと皆さん、まあ、解いたことのある方もいるかもしれないんですけれども、ざっと問題文見るために3分ほど
お時間取りますので、3分ほどちょっとね、ざっと目を通していただけたらだと思います。一応今プロジェクターに時計を映してますが、6時4分ぐらいまで。一応3分が過ぎてしまいましたので、まだ読んでる途中だとは思うんですけれどもね、とりあえずまあ一応軽く目を通していただいたという前提で、私だったらこういうふうに解説していくというね、まあアウトプット編、問題検討編ですね、その解説ではこうなるよというね、こういうまあ講義をしていくという参考にね、ちょっと聞いていただけたらなというふうに思います。はい、まずまあ問題の検討の、第4のところですね、問題を読んでいくというね、その作業からしていくんですけども、こういう問題を見たときに、まず皆さんどこから読むかです。で、私だったらどこから読むかと、まず先に問いを読むということをするんですが、それはあくまでも原則でありましてね、今回の問題見て問いがどこにあるかっていうのが埋もれててようわからんっていうね、そんな感じです。しかも1、2と小問2つあって、合わせると問いの方が長いんですよね。問いの方が長いということは、問いから読んだら時間のロスですので上から読むと、これはかなりね、読み方のまあテクニックであるんですけれども、まずはこういう問題の時には上から読むというふうに自分で知っていただければいいかと思います。ただ普通は
先に設問から把握する。これがね、原則にはなると思ってください。設問を解くためにどうするかというね、その頭を持っていくことになりますが、今回はちょっとそこは使いにくいね、設問の方が長いのでと、例外的に上から読むというふうに思ってください。はい。で、まず上から読んでいきますが、これ自分で図を作りながらね、読んでいってください。A は B から、330平方メートルの土地、これを借り受けと。A と B を入れ替えたらこれ最悪な問題になっちゃいますんでね、絶対にそこでは間違えないでください、ね、とりあえずまず賃貸ですね、B から330平方メートルの土地、これを借り受けて、で建物を建て居住していたと。で A が改築しようと考えて市の建築家と相談し、337は希望する建物建築家のと言われたので売ってくれるよう申し込みで売買契約を結んだと。まあ手控えの図に書いていくのは取引ですよね、これがメインになってくるだろうと思います。取引とあと重要だなと思った事実は自分で書いていってください。はい。で代金については 3.3 ですね、 3.3 あたり25万ということで2500万、これを前提に組んでるよと。で代金は支払い済みと。はい、代金の履行状況も一応私は手控えで書くということが多いかなと。まあ未了であればね、未了で当然書くということになりますが、まあ今回一応代金済み、まあ書いても書かなくてもどっちでもいいかなという気がしますが、一応書いておきます。はい、これを前提に1番本で、1番に入る前ね、ちょっと読んだからいけない、独立した問いであるということなんで、1番の事実を2番で使ったりね、2番の事実を1番で使ったりはしないでくださいっていうね、そういうことですよね。1番の事実は1番限りと思ってください。はい。で、この事例でまず1、本件売買締結直後に、本件土地建物時価より1000万高い価格、これで、買い受けたいという C の申し込みがあったため、AC 間売買契約を締結したと。プラス1000万。わざわざ書いてるんです、ね、わざわざ書いてる事実はちょっと要チェックです。で、売買契約済んだんだけども、実測の結果297しかなかったと。で希望してた建物の建て替えが不可能であることが分かり、解除されたと。この時の A から B に対しての請求です。ということで、まあ、A から B にどんな請求したいかと、まあ、こんなお話ですね。面積が足りなかったということで、まあ、いろんなトラブルが起きているわけで、まあ、なんとなくね、面積足りなかったということで数量指示売買っぽいなとね、そこはまあさっと出てくるってね、方が多いのかなと思うんですが、問いはどんな請求できるかですからね。いきなり数量指示売買で、なんか3つほど効果があったら、そういうふうな書き方じゃないですね。 A としてはまずどんな請求したいかというと、A からすると B への請求で考えられるのは、まず金額の大きい請求からです。これ当事者の目線としてですね、金額の少ない方からいきなり言うわけがないので、多いものから行くはずで、何かっていうと、解除して2500万払え。プラス、損害賠償1000万。延べ3500万の請求するというのが多分マックスの請求になるはずなんですね。このあたりが論文での原告の目線の重要性です。で、数量指示売買のとこね、入門講座の中で私はこう言ってます。565条1項2項3項並列でやるなと。解除プラス損害賠償、または代金額プラス損害賠償、こういう組み合わせになるはずだと、こういうことでお話ししているところでね、この数量指示売買の効果のところ1項2項3項並列で理解しとったらこれはダメよということでね、解除しての代金減額請求ですね、それと損害賠償請求、はい、これらがまず主たる請求になるはずです。でこれが無理だったら減額請求でしょうね、今回だったら代金減額で、足りなかった面積が33ですので、25万 ×10 250万ですかね、プラス損害賠償1000万と。
はい。まあ、こんな請求になるかなということで、原告の請求、どんな請求できるか。まあ、主意的請求が上、予備的請求が下と。こういうことになるでしょうね。これが実務家の考え方です。まあ、受験生だったら、まあ、とりあえず3つ並列して要件検討でも仕方がないと思いますけどもね、ここはより上の構成しようとすると、こういうふうな構成が可能ではあります。より大なる請求からと思ってください。額がでかくなるのは解除プラス損害賠償です。はい。ということで次に、効果が決まりましたので、要件検討ですね。解除がなし得るかということで、まあ、要件としては数量指示売買であって、かつ5632項ですので、残存部分のみであれば、買い主これ買い受けなかった善意というね、これが要件になると。で、数量指示売買、ここは定義を押さえたからしゃあないですね。数量表示しただけじゃ足りないね。数量代金決定の基礎とした。で、それによって代金決定したというね、こういうことが必要になります。で、本件は数量ね、330表示して、で、かつ 3.3、25万というふうに代金数量の決定の基礎にしてますので、数量指示売買の定義にまずビシッとはまります。かつ、563の2項ですね。残存部分のみであれば買い受けなかった。多分なると思いますね。330ならば希望する建物建築可能と言われてますので、297だったら多分買ってないと。こうなりますので、これも多分要件満たします。したがって、あとは善意かどうか。まあ善意でしょうね、多分ね。知ってたら2500万払わないと思いますね。2500万払ってますんで、まあそこからすると善意かなというふうに推定されますかね。とりあえず代金そのまま2500払ってるんで、330あると思ってるはずです。少なかったら多分買ってないですね。そういうことで、まあここはおそらく善意かなということで、要件満たすかなと。まああえて書くまでもなくね、これはもう私だと手控え終わりです。数量指示売買の定義ですね。自分で手控え書かなくたっていいですね。から3項、2項の要件ですか。あえて書かなくたって当てはめできるかなということで、ここはもう省略して、はい、OK ということで、クリアしていただいても OK です。次、損害賠償どうか。ということで、565ですね。数量指示売買の要件被ります。で、3項ですね。善意の買い主損害賠償ということで、563、3項。善意は OK としても、損害。あ、ここに解釈があったらという感じですね。数量指示売買での損害賠償、今回1000万ですが、この1000万の損害というのは数量通りあればもらえたはずのお金ということで、いわゆる履行利益になってくるんですね。で、信頼利益に限定するべきではないかというふうな解釈のがここで入ってくるなというところになります。これは新民法ではなくなった論点にはなりますけどもね、旧民法ではまだ残存しているというね、こういう解釈論にはなります。はい、損害、信頼利益に限るかどうかというね、ここの解釈論はまあ落とさずに触れておくということになるのかなと思われます。で、今回残念ながら多分信頼利益には入らないですね。これはね、瑕疵がない数量通りの履行がされたならば得られた利益ということになるはずなので、これは、数量通りの履行はそもそも観念できないという、ね、いわゆる特定物ドグマに立つ限りは基本的には損害賠償の対象にならない。これは債務不履行責任説で考えればもちろん履行利益まで入るというね、ことになりますが、ここは自説をしっかりと論じていただければと、こういうことになるでしょう。はい、判例的にはこれはペケというね、こういうことになるかなと思います。まあ判例自説にしている方であればペケですね、こうなるかなと思います。ただし売り主が保証してた場合は別ということで、まあ今回保証しているような事実関係がありませんので無理というふうな結論になるかなと思われます。はい、これはそんなに難しくないかなと思います。次、代金減額。はい、代金減額もこれは要件満たすかなというね、そんな感じになるでしょうね。565、数量指示売買でかつ563の1個、残存部分ね、不足部分の割合に応じてということで、ここも特に要件問題なしです。で、損害賠償については上と同じですね、損害の範囲に含まれるかということで、まあ、答えとしましては A から B ですね。まずは解除して2500万の返還請求なし得ると。で、仮に解除しない場合であれば250万の返還請求ができるのにとどまる。1000万の損害賠償は無理だ。こういう、ね、結論になるのかなと思われます。はい、これが問いの1、おしまいということで、まあ、565条の要件交換についてね、ちょっと今までのインプットと違うことを言われて混乱したという、ね、方いるかもしれませんけれども、まあ、これは慣れます。額の大きい方から原告は請求するはずです。そこがね、頭の中にあればこっちの請求をまずするかなというのは分かるかと思います。はい、続いて問いの2いきましょうかね。問いの2、今度は数年後、
B が A への移転登記未了であることを帰化としてということで、ちょっと事実関係上に立ちます。B が数年後です。移転登記未了であることを帰化として土地を D に売却しようと、A はかつて賃借人だったが支払わないために解除したと虚偽の事実を告げたと。で、D は事情を確かめに A に出向いたが、話をしてもらえなかったので B の言い分が確からしいと思って買い受け移転登記をしたと。こんな事実関係になっています。で、どうも B が虚言を申し向けて信じているというね、なんかようわからんけども事実関係が書いてます。で、嘘をついたというところに引っ張られると詐欺取り消しとかそんなところに引っ張られそうになりますが、これ意味ないですからね、根源でね。 D の主張の中にそんな詐欺とかうんぬんという議論が入ってくるかというと、ちょっとそれは一旦保留してください。 AD 間の法律関係で D と A の間の主張反論を考えてくれということですので、 D から A に何が請求できるかでして、 D と A の間でまずは考えられるのは所有権に基づく請求のはずです。そこから入ってください。ということで、まあ、D から A に対して所有権に基づく、まあ、建物宗教明け渡し請求ですね。宗教は入れといた方がですね、所有権に基づく建物宗教土地明け渡し請求ですね。これを言っていくと。で、そのために D 所有です。BD 売買の A 占有 A 所有ですね、これ満たすのでこの請求原因は通りそうだと。まずここからね入ってください。はい、A 占有、これ土地です、建物所有ですね、これが A 所有、宗教の要件になりますね。これに対して A の反論何があるかということを考えます。私の飛び会の特徴ね、反論は右から左ですよね。被告がだいたい右に書いてあることが多いので、ね、反論は右から左の矢印という感じで整理していきます。はい、まず請求原因が通りそうです。で、請求原因の中で否認できる部分あるかちょっと多分ないのでね、もう抗弁を言っていくしかないかなというふうに思います。で、物件的請求の抗弁、インプットの中でも多分ねちっこく言うと思いますけれども、あらかじめ類型を押さえておいてください。物件的請求の抗弁はあらかじめ類型がないと太刀打ちできません。で、何があるかというと、占有権限、所有権喪失、対抗要件抗弁、留置権、もう類型を押さえとかなきゃね、しゃあないっす。代表的なものです。占有権限の抗弁、所有権喪失の抗弁、対抗要件の抗弁、留置権の抗弁ということで、まあこれらのうちのどれかを言うはずです。で、今回 A の立場で考えましょうか。 A の立場でまずどんな反論あるかちゅうと、 D さんが所有権に基づく請求してまして、先にしかも登記備えてますんでね、対抗要件関係の抗弁はちょっと無理かなということになります。177の抗弁ですね、これは無理で、しかもまあ D さんは背信的悪意者とは言い難いのでね、とりあえずもうこの A さんとしては177条関係の主張は無理だということがまず出てきます。ということで、まあもし引き出しからいくと177条の関係の抗弁無理というね、それはまあ先に一言ね触れといてもいいかなと思います。さらに所有権喪失権、まあ多分ないかなというね、感じはしますが、まあ数年後と書いてあるんでね、数十年後だったら時効取得の反論あるかもしれませんけどね、数年後にとどまってますんでね、ちょっとこれは、時効取得にしてもちょっと足りないかなとは思われます。なので時効も書かなくていいと思います。時効取得ですね、これ多分ないと思います。所有権喪失で、ね、あり得るとしたら、まあ時効取得、これがあり得ると思いますけど、ちょっと無理だと思います。なので、まあ、あえて書かなくても僕はいいかなと思います。はい、あるとしたら、じゃあ残り、占有権限か留置権。この辺になるかなと思いますが、じゃあ占有権限、A の立場で考えます。
A の立場で考えると、明け渡したくない理由として占有権限なんかないかと、所有権に基づく返還請求ですね、これに対して A としてみたら、買ってはいるんですけども、実は賃貸借もしているというところが一つ着目点になるでしょうね。もしこの賃借権が残ってるならば、占有権限の公弁が D に言える可能性が出てきます。 A としてみると、買ったんだけどもね、買ったところが目的達しないんだったら賃貸借が残ってるというね、こういう主張ができひんかなと。賃貸借の方が残ってて、その地位が引き継がれてると、こういうふうに言えれば占有権限の公弁がなしうるかもなということで、ここが実は一番の考えどころですね。こんな感じです。 AB 間の賃借権残存で BD に承継、これ言われへんかな。でもう一度ここ見てみると、借りたけど買ったっちゅうね、ここの時点で混同で消えそうではあるんですけどね、なんか混同例外的な説明つかんかなという感じですね。混同しないという理屈ですよね。これが立てば賃借権残存で、賃借人建物登記ありますので、これは借地権の10条1項登記ありますよね。借地借家法の10条1項の対抗要件もある状態ですので、対抗要件のある賃借権付きで賃貸の地位の移転と、これできひんかなと。で混同例外的な説明、混同するのかどうかですね。でここはまあ、私はこの平成15年の問題、自分が司法試験受けた時に記憶があるというね、そういうところでまあちょっとお話するところであるんですが、いろんな理屈付けがあると思います。もう混同で消えてしまって仕方がないというのもあると思いますが、私は不完全物件変動というのを入れましてね、一応登記備えてなかったので、まだ所有権の移転は不完全だったと、その意味でまだ完全に賃借権と混同してないというね、不完全物件変動という理屈を入れて、まだ賃借権残ってた、だから賃貸人の地位が B から D に移転した、こういう論法をですねちょっと考えたというのが、まあ現場のまあ思考ではありました。はい、とりあえずまあ 今でも多分そう考えるかなと思いますけどもね、とりあえず AB 間の賃借権残存という反論なんかできひんかなと。で賃借権の残存混同しそうだ、混同しないという理屈付けなんかないかなということで、まあ、出てきた理屈が、まあ、不完全物件変動ってのはどうだろうというね、そんな感じのまあ理屈付けではあります。はい、それ以外も留置権もしありそうだったら考えてみてください。留置権多分無理だと思います。 A が D に何か債権あるかというと、多分ね A が持ってる債権対 B に対してになると思います。なんで売ったのに、ね、こいつに第二付けに売ったんだということで、まあ、この売買の債務不履行ですよね、債務不履行による損害賠償請求はあり得るかもしれませんけれども、ちょっと留置権無理かなという感じがします。で、返還請求の権利者と非担保債権の債務者がずれているということになりますので、留置権の権連性ですね、これがちょっと否定されるかなとこう思われます。なのでちょっと留置権は無理、まあ一言ね書いておくならば書いてもいいかなという感じはします。はい、ということで、まあこの辺が出てきたらいいなですが、ここですね、多分皆さんここで悩むと思います。ここがどうやったら出てくるかですね。ここがどうやったら出てくるか、出てこなかったらしゃあないです。現場思考ですからね。出てこなかったらこれはこれで諦めてくださいね、突然神が降りてきたところは、まああまりねないわけでね、むしろ現場で降りてきた神邪神であるというふうにね言うことが多いかなと思いますんでね、その意味でまあ降りてこなかったらしゃあないです。ただそこに思いつくためのヒントはいくつかあったはずで、まず一つここですよね。物件的請求の公弁の類型、これがまず入ってるかどうか。 A の立場の反論何かないかと。あ、借りた後に買ってると、ここですよね。買ってる方が意味なしてないんだったら借りてる方の意味を残したいと、こういうふうになれば占有権限公弁に気づくところはあるかなと思います。なのでここの部分にどうやってたどり着くかというと、やっぱり当事者目線なり、あるいは
占有権限の公弁、まあ、物件的請求の公弁から入っていくというね、そういうアプローチであるなり、まあ、その辺ができてくるとこの問題はある程度良好までね行きやすいのかなというふうに思われます。はい、ということで、まあ実際ね、こういう問題をやっていくとね、私の思考というのをねちょっと見せていくんですが、必ず問題解くにはヒントがあります。そこのヒントにどうやってこうね、自分なりに拾っていけるかというところになるかなと思います。まあすぐにできなくてもいいです。これかなり難問を選んでね、お話ししてますんで、この難問で、まあ、皆さんどこまでこうね、アプローチできたかなというね、それをもう振り返る一つのきっかけと、あと私の講義こんな感じでやるんだなというね、そういうヒントでねちょっと、考えてもらえたらいいかなと思います。はい、必ず私はこうね、こうだとかね、もうこうするしかないみたいな、こういうふうな言い方あまりしないでね、できるだけ理屈での説明を試みますんでね、必ずまあ納得のいくヒントというのはね、問題解いていく中でもあるかなというふうに思いますので、できたらねその復習の時に、あこいつこう言ってたなと、あ理屈一応通ってるなというのがね分かっていただけたらいいかなと思います。はい、そんなことで、ちょっと今日のね、ところのまあガイダンスとしてはこれで終わりたいなというふうに思います。またね、6月6日から、第1回始まっていきますけれどもね、6月6日の第1回 C ランクの指定まだしてません。すいません、近々ツイッターないしはブログでやる予定にしておりますので、ね、多分ツイッターになるかなと思いますけれども、C ランクの指定ですね、もし、見ていただければね、いいかなと思います。はい、ということで、今回のガイダンスこれで終わります。どうもお疲れ様でした。